いい加減にして。ごめんなさい。でもそんな半端じゃやっていけないの。分かってます。そんな浮いた気持ちなら東京でアイドルになるんだよ。あの子東京で本当にアイドルになりたいと思う。アイドルに恋は禁物なの。忠告はしたよ。おい大丈夫か。東京で。え？いやみっともないね。私俺でよかったら少し。まあううん、ありがとうおじさん。私も誰かに聞いてほしかったんだ。私ミサって言います。キリュウさんは東京の人なんですよね。なのになんか優しいんですね。誰だって年頃の娘。いいから何でも話してみろ。さっきいた女の人は東京のゲーその遠藤はえらく当たり前の話なんだけど、アイドルそのことで恋愛禁止。私ね、あるオーディションでも今になって気づいちゃった。アイドルになりたくてレッスンも頑張っ。そうだったのか。でも私がアイドルになること、先輩にはオーディション受かって東京に、親も周りの人も私の夢を分かっ。なるほどな。だから東京に行く前に先、そしてもし先輩が OK してくれた、遠藤ってマネージ、自分でもアイドルになれるかどうか大事な時、やっぱり私もう先輩に会わないでこのまま東京に行った方がいいのかな。それでもその先輩と。そうなんですか。年を取ってから一番後悔すんだ分な。そっか、そうなのかな。私やっぱりそうか。女が人に悩みを打ち明けるときは。そうか、ありがとうキリュウさん。いいんだ。はい。私急にどうしたんだよ。あの中学の時。ああテレビで沢村遥の引退。ミサがアイドルに憧れ、あの時周りのみんなはそれからもずっと。実はそのこれ以上俺がここにいちゃう。んおーおーおお、こがなとこでちちくれ。ちょっと勝手に見せつけよう。おお男ほうじゃ。えいやミサ、俺来年受験だから。先輩。姉ちゃん、案内より。いや絶対に。あ、おい邪魔すんな。邪魔なのはお前。この子をナンパしてくりゃ。なんじゃこいつ。くっそ、しゃあないわ。すぐに後悔させたんで。おら、うっうっうっ、Come on!
こまでにしてくれる？エンド、あの女、彼らには私が頼んだのよ。何？案の定憧れの先輩は。エンドさん、私東京に行くに。そうだね。ミサ、もうあの子に近づか。あんたこの業界であなたの顔、なんであなたがこの町にいるかは聞か。このまま未練なく東京に。何？ええ、その彼らは僕のクラスメートです。たく、みんなごめんな。ああ、説明してもらえるんだろう。説明になるかどうか分かりません。彼女がどれだけ厳しい。だからこれからアイドル。彼はミサが自分。それじゃお前はミサの。あいつの夢を邪魔し、もし僕がミサと付き合ったとしても、ついこの間遠藤さんから。だから演技だとしても、それでこんな茶番。僕がミサに愛想をつかされれば、僕は彼女。好きな女のためと。桐生さん、もしこの後彼女に会う。俺の本音を言えば。だがどうやら。ありがとうございます。ありがとう桐生さん、これはほんの気持ちよ。口止め料か。ただの気持ちだ。でもあなた。そうか、もちろん。そういや、ん？ミサ、おい待て。なら、なん、あんな話を聞いて。だが聞いてくれ。何も聞かなかったことにして。それじゃ。そうなるな。ねえ、なんだ。私ね、先輩が私を置いてチンピ。バレバレなんだよな。すぐおかしいって思ったから帰った。アイドルになるんだったら。え、でも嬉しかった。私。ああ、え、アイドルに恋愛は。なら私が芸能か。あいつなら。じゃあ、あのね、キリュウ、私にとってアイドルに、本当言うと、アイ、ん？ドームの大観衆の前で最高。そして全国のお茶の間を驚かせて。はるかちゃん。冗談だ。さあ、やめておけ。後の始末で。やっ。ああ。ですよね。